こんんにちは吉さん、えー、今回のね名言はねあの人じゃないんですよでも人だと思いますリクルートなんですよリクルートの就職活動かなんか転職活動かなんかのキャッチコピーにあの人生に練習はない常に本番なのだっていうそういう風なねコピーがあったんですよねでこれはリクルートっていう会社が出してますけどもでも会社っていう漠然とした存在ではなくて誰かが この言葉を考えて誰かが決済を通してで最終的にリクルートとしてのコピーということで出してきたんでもともとは人間がある一人の人間が考えたことは確かです人生に練習はない常に本番だつまりね一つの例としてこの動画のやり取りってのがあるんですけどもこれをただ消化するためにやるのかそれともこれも本番でこれも自分の集客の一つなんだって思うかどうかなのかなと思うんですよとといいうのののが他の方とのリレーをやっていて やっぱねやめちゃうんですよね。であとは反応が鈍くなるんですよ。で反応がないんで追撃して動画を送っていくんですけども、まあ、だんだんこうね反応がちょっとトーンが落ちていくと。うん。なんかね言い方はいろいろあるんですよ。久保さんの大事な時間を取っちゃいけないと思いますんでとかね。うん。なんかねそうじゃなくってまだ余裕のないうちはチャンスをくれるって人にはい,いつまでも食らいついていって。 売上を上げををるることによって恩返しをするみたいな側面があってもいいのかなと思うんですよね。で、私もこうやって億万長者合宿の動画をやってますけどもこの中から売り上げって生まれてるんで,で生まれ続けてるんでだからこの動画のやり取りをどんな時でもやるっていうことが多分ねその少ない視聴者さんの胸を打つっていうかそれが結局信頼につながってるんではないかなと思うんですよだからそのビジネスが優先なんでちょっとねこっちのことがあ ンンダウししててもしょううがないいよよっていうのはそのそ考え方一つあるんですよねこれ別に吉田さんのこと言ってるわけじゃなくてあの社会全体のことなんですけども何か新しいことをやるためには今までやってたことをやめなくてはならないっていうふうな考え方がもしね通用するんだとしたらそれは何も進歩してないってことだと思うんですよ。だって個個増えて一個減らすんだったら元通りじゃないかって話なんですよだから常に人生ってのは新しいことへの挑戦を一個一個積み重ねていって最初のうちはご飯を食べて寝るぐらいしかできなかったあ幼児期っていうのがありますけども。 で、関わる世界が増えていくんですよね。例えば学校がある、家庭がある、地域社会がある、友人関係がある、先輩後輩がある、どん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 増えていって、で、いつの間にか社会に出ると、SNS の関係もあるし、こっちの YouTube 活動もあるし、ビジネスもあるし、取引先もあるし、完全なるこう、同窓会みたいな関係ないところもあるし、みたいなね。で、複数の世界を同時に扱っていって、中心にいつも自分がいるみたいな感じなんでしょうね。だからどこを扱おうと、 そこでやったことってのは全部自分の力になってると思うんですよだからここはメインじゃないから手を抜いてっていう風な練習の場所がどこもないんですよねだからどこも勝負の場所なのかなと思ったりするところがこの言葉のすごく面白いところだなと思いながら今でも覚えてるんですよね人生に練習はない常に本番だってことですよね確かに人生にオンオフはないですよねオフっていうのは死ぬ時だけで生まれたらオンにしっぱなしなんですよ 寝てる時ですらオンなんですよねそういう風に思いながら今日も行ってみましょう